はい、皆さん、こんにちは。はい、ということで、えー、私の試合ですね。来イ45、えー、大晦日大会まであと1週間となりました。私はジョン・ドットソン選手と、えー、戦うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は、えー、競技は違うんですけども、えー、私、個人的に、個人的にというか、えー、ボクシングファンですので、えー、今日はですね、 あさってに迫りました井上尚弥選手対マーロン・タパレス選手の試合の、えー、勝敗予想を一ボクシングファンとしてやっていきたいなと、えー、そういうふうに思ってます、えー、まあねあの私の試合の5日前ですのであのとても楽しみですし、えー、井上尚弥選手がオーソドックスでタパレス選手がサウスポーなので、まあ、僕の試合も今回相手がサウスポーで私がオーソドックスですので どういう展開、どういう風に、井上選手が戦うのかっていうのも僕はチェックしながら見たいので、とても楽しみなんですけど。ま,あ、まずこの試合は、えー、2階級、えー、スーパーバンタムで2本のベルトですね。2階級ではなくて、えー、2本の2団体のベルトを持った同士の戦いとなって、えー、勝った方が4団体統一ということで、えー、そういう風な試合になる。 ということですねまあ、タパレス選手はフィリピン人選手で、えー、サウスポーなんですけども、えー、日本人選手では、えー、私のお友達の岩佐良介選手と過去に戦ったことがあってその時は岩佐,岩佐さんが、えー、KO 勝ち10ラウンドかなぐらいに、えー、KO 勝ち、えー、してですね、えー、るんですけどもそこから、えー、私が見た感じではタパレスまたさらに負けてさらにこう 雑な感じがちょっとこう抑えられてですね強くなったというイメージがあります。で、えーまあ、どっちかというと前回のフルトンよりはサウスポーで一発のある 19KO ぐらいしてるのかなで。フルトンよりはパンチ力があるイメージがあります。で背が低くてサウスポーで頭からこう突っ込んでですね、フックを振ったり、あと、まあ、日本人にはない独特な軌道の。 右フックであったり左フックで、えー、振ってくるのでちょっとあのやりづらそうな相手だなと僕は思います。えー、対するまあ井上選手はもう説明のしようがないぐらい完璧なすごい選手なんですけども、えーまあ、あれだけあの結構。 井上選手が圧勝するだろうという予想がされていると思うんですけども僕はこの試合タポレス選手の、えー、メンタル次第だと勝手に思っていて、えーまあ、ここで、まあ、多分かなりのガグのファイトマネーをもらってですね戦うということで満足しているようであれば、えー、そんなに頑張らずに井上選手のパンチ力の前に屈してしまうんじゃないかなと思うんですけども絶対、食ってやると。 もう絶対井上に勝ってやるっていう気持ちでもしタポレス選手が今回しっかりと気持ち作ってきてれば結構やりづらい相手になると思いますなぜなら結構頭から突っ込んでくるので、えー、バッティングも危ないですしああいう選手を倒すのは、えー、なかなか難しいただ振、えー、ってくるのでそこにボディが、えーが井上選手ボディーめちゃくちゃ強いのでそこにボディーがあって、えー 倒すっていうパターンはかなり考えられるなと僕は勝手に思っていてえ勝敗予想は井上尚弥選手左ボディ KO 勝ち4ラウンド KO 勝ちしたいなとえ予想したいなと思っておりますはいそんな感じでしょうかとても楽しみです1ボクシングファンとして26日は楽しみたいなとそういうふうに思っておりますはいということで私の試合も 総合,格闘総合格闘家、大岩宏正の試合、来時45、大晦日大会は12月31日ありますので、えー、ジョン・ドットソンという選手と私は戦いますので、えー、注目していただければ嬉しいかなと思っております。では皆様、素晴らしい日曜日にしてくださいませ。ありがとうございました。